これちょっと僕も今日アッコに向けてちょっとなんか昼飯作りながら見てたんであんまりじっくり見れなかったんですけど、アッコさんがね、なんか具合悪いってのをまあ知ってたんですよ、ネットニュースになってたんで。でも出てたんですよね。日本放送のアッコいい加減に1000回でも喉の不調を訴えていた。この日も、で、今日もアッコに任せる冒頭でちょっと申し訳ございません。私事ですが、喉の調子があまり良くなくて、もちろん PCR 検査も抗原検査も陰性でしたけど、あまり声を張ることができないので、今日はおしとやかに行きたいと思いますと説明をしたということですね。しかし番組途中ではコメント中にすいませんと咳き込んで、まあ、1回ぐらい咳き込んだんですよね。で、アシスタントのうないさんから、アナウンサーから、無理をなさらず心配されたと。そして、和田アキ子さんも番組中段からは、終盤から私事ですけど、さっきから咳が出だしたので、念のためにマスクすいません、申し訳ないですと、そう、マスクをね、してね、番組を続行したと。番組では芸能界に新型コロナウイルス感染者が増え続けているニュースを伝えていただけに、大事をとっての判断だったようだということなんですけど、僕はね、でもマスクつけた方がいいと思いますよね。なんかテレビって、なぜかマスクをつけるのを違和感のように思っちゃってる風潮がありますよね。でも、これだけオミクロンって感染力強くて、マスクしないで僕はああやってね、でっかい声出し合ってるのが、逆にそっちの方が異空間なんですよね。アッコさんもこれ僕は、陰性ってなってますけど、この時期咳して調子悪いってだったら、ほぼほぼオミクロンなんで、偽陰性なんじゃないかなと思いますよ。もうちょっとしたら出るんじゃないですか、陽性が。なんかそんな気しますけどね。原因不明で咳出たり、ちょっと体調が悪い、喉が痛いっていうのは、ちょっと僕はありえないというか、その後、この後もうちょっと熱がポッと出て、まあ、オミクロンになるんじゃないかなと思いますけどね。こんなにいっぱい出たら中には偽陰性もいっぱいいると思いますよ。ただ僕は本当に芸能人が毎日毎日、ね、ネットニュースを見てると、またこの人もだ、またこの人だと。番組の中でクラスター発生しているような番組もね、あるじゃないですか。ラビットでした。ラビットなんて結構出れなかったし、マスクしていいんじゃないかなと思いますけど、なんでマスクをしないのかなって逆に不思議ですよ。マスクしないであんなに喋り合ってんのって、テレビのね、世界だけな気がしますよね。みんなでね、わーわーわーって飛沫とか、アクリル板なんてね、大した予防なんないですよ、あんなの。もう飛沫飛びまくって、漂いまくってるんだから、必ずなりますよ。って思うので、アッコさんマスクして正解ですよ。これからもマスクしていった方がいいと思いますよ。と思いました。ではでは。